1980年モスクワオリンピックの銅メダル銅メダルは、スポーツや音楽などの競技会、競演会において、各部門中、3番目の成績を上げた個人、または団体に対し、その栄誉を叩い授与される勝敗である。銅メダルというが、同性であろうが、制度性であろうが等しく、銅像というのと同様、日本語では、同性メダルも制度性メダルも等しく、 銅メダルと呼ばれている。また、三等賞メダルの意味で用いられる銅メダルは、制銅ですらない場合もあり、銀、亜鉛、ニッケルの合金であったりする。コストの問題で、金合金の尺銅になることは滅多にない。第1回近代オリンピックにあたる1896年、アテネオリンピックでは、優勝者に銀メダル、準優勝者に銅メダルが贈られ、 3位入賞者にはメダルではなく、賞状が贈られた。個人競技の大会では、レギュレーション上、2人に銅メダルが授与されるものがある。この場合、一方が剥奪されても繰り上げはない。FIFA ワールドカップでは4位チームにも、銅メダルが授与されたことがある。ワールドベースボールクラシックや日本の高校野球の春、夏の甲子園大会には、銅メダルがない。 貴金属の社会的価値に準じた金、銀、銅に象徴される順位付けにおける銅ばかりをコレクションしているものという意味で、ブロンズコレクターという表現もある。ブロコレという略語もあり、日本の競馬の分野ではよく使われている。この語は、競馬評論家、須田孝雄が提唱し、漫画家吉田美穂の連載漫画、馬なり一波論劇場を通じて広まったとされる。 ありがとうございます。